T シャツ、タオル、ポートレート、選手グッズはスターダムショップへ。ここでしか買えないグッズや期間限定グッズも販売。スターダムショップで検索。スタダムエグゼクティブプロデューサーの下谷に、まずは勝利者カウントの授与からでございます。はい、スタダム2枚優勝、林下隆美選手でございます。2020年ファイルスターグランディ林下隆美優勝しました。デビューして3年目ファイルスターグランプリ優勝できなかったり怪我で長期休みだったり、本当に悔しい思いばっかりだったけど、こうして2020年最高の夏を迎えることができました。私はこのファイブスターグランプリの夏で最高に熱くなりました。でもこの熱さをぶつけたい相手もいます。私は10月3日横浜武道館赤いベルト戦首位岩谷真由の勝者と勝った方のチャンピオンに私が挑戦します。岩谷真由首位出てこいよ。林下詩美、優勝おめでとう。優勝できなかったけど、私は赤いベルトに焦点を絞って、そのベルトを取ってあなたの挑戦を受けます。まあでも自分には赤いベルトがあるので、まあ詩美優勝おめでとうございます。でも横浜大会で優勝するのは自分なんで、挑戦はもうちょっと待っててください。優勝するんだ。え、優勝するんだ。応援するんですよ。楽しみにしててください。ボコボコに圧勝したいと思います。まあ、
私は後から挑戦させてもらいますんで、せいぜい私のために2人で赤いベルトの価値でも上げといてください。2020年、嵐下る旅が最高の夏女になりました。私は誰よりもファイブスターにかけてる思いが違います。デビューして2戦目からこのファイブスターという過酷なリーグ戦で私は嵐下る旅は成長してきました。そして2年目、怪我で途中に試合ができなくなっちゃって、本当に悔しい思いで、今年こそはこのファイブスター優勝すると決めてたくさんの力を入れてきました。そしてスターダムたくさんの最強の選手を倒して、こうやって私がファイブスター優勝することができました。最高の夏になりました。この暑さ、熱を冷めないまま10月3日横浜武道館、首里、岩谷麻優の勝者、どちらかと私はベルトをかけて試合をします。必ず私が赤のベルトを取って、このスターダムのてっぺんに上り詰めたいと思います。以上です。引き分けからの決勝で、はい、結構不利な立場だったと思うんですけど、はい、はい、そうですね。首位とは20分引き分けになって、本当は私が3取って勝てればよかったんですけど、やっぱり物が違う女、リングで体感してさすがだなと思いました。今回は引き分けでしたけど、横浜武道館で岩谷麻優から首里がベルトを取れれば、またこの試合、再試合、やり直し、リマッチできるので、今回ファイブスターグランプリでベストマッチをブルースターズの方ではいただけたので、それ以上の試合をまた首里とはしていきたいです。まあ、それを踏まえて決勝戦、姫香とは本当にデカすぎる相手で、いつも言ってるデカいは強い、デカいはなんとか、でかいはなんとか言ってましたけど、まあ体感してでかい姫かすごいかっこよかったです。ただ私が今日はそれ以上にかっこよくて強かった、なので優勝できたのかなと思います。月額920円でスターダムが見放題、公式動画配信サービススターダムワールド。試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。女子プロレススターダム新時代到来。宇宙一すごい女子プロレスラーたちがリング上でキラキラ輝く、明るく激しく美しく、そして新しい